デイビッド・ウェイン・ジュニア・ホイレットは、カナダ・ブランプトン出身のサッカー選手。カナダ代表、ジャマイカにルーツを持つ。レディング FC 所属。ポジションはミッドフィールダー。ブラックバンド・オーバーズ FC のユースチームでキャリアをスタートさせ、2007年、ドイツの SC ・パーダーボルンで A7 にレンタル移籍した。2008年2月のキッカーズ・オフ・フェンバッハ戦でプロデビューした。5月18日。 ボルシアメンヒエングラートバッハ戦でプロ初ゴールを記録した。2009年夏にブラックバーンに復帰。2009から10シーズン開幕戦のマンチェスターシティ FC 戦で念願のトップチームデビューを果たした。2012年7月27日、クイーンズパークレンジャーズ FC に移籍。2016年6月26日、カーディフシティ FC にフリーで加入。 2021年8月19日、レディング FC と1年契約を結んだ。2015年10月13日に開催されたガーナ代表とのフレンドリーマッチでカナダ代表デビュー。2017年7月20日、コンカカーフゴールドカップ準々決勝のジャマイカ代表戦で初ゴールを決めた。ありがとうございます。